皆さんこんにちは、すずちゃんです。イエーイちょっと今日はテンション高いです。っていうのも私の上友ちゃんの YRM さんこと Y ちゃんがですね、フォロワーさん150名様を達成したっていうことで、なんかイベントしてくれたんですはい。でそこでですね、私なんとなんと当選いたしまして、嬉しいものが届いたんで、ちょっと動画にさせていただこうと思いますあの来たものがね、こういう感じでレタパで届きまして、とっても幸せなんですけど、ちょっと待ってくれ。まずね、まず Y ちゃん、150名様おめでとう。本当におめでとう。そしてこういう素敵な企画をしてくれて本当にありがとう。すごいワクワクしたし、ね、こんな私が参加していいものかって思っちゃったけれど、ここでよく受け入れてくれて本当にありがとう。もう本当に大好き伝わったかな。まずちょっと物を見せます。はい、まっすぐかな、これまっすぐかな。はい、こちらが届きました、レタパで。でね、メッセージカードもちゃんとくれてさ、こんな感じで、かわいい。すずちゃんプレゼント企画参加してくれてありがとう。ミニジャバラファイル賞に当選おめでとう。よかったら使ってね、気に入ってもらえたら嬉しいです。これからも仲良くしてね、本当に仲良くして。ちょっと待って、私さ、こういうの当選するの人生で2回目になるのかな。開けれないよこんなの。私開けていいの？開けますねどうやって開けるのかしら。これってさ、リボンは取らずにずらしたらいける？取らずにずらしたらそのまま縛ったままでいける？ちょっとなんか外したくないんだけど、どうしよう。開けないっていう選択肢はないよね、さすがにね。せっかくプレゼントしてくれたんだから、みんなに中身を共有しないとね、いけないんだからね。汗。はい、なんとかそのまま綺麗に取れました。かわいいリボンちゃんね、こういうリボン本当かわいい。かわいいな、このリボン。めっちゃかわいい。はい、このリボンだけで2、3分ぐらい稼げれそうなぐらいでした。すごい。このさ、こういう包装紙、どこで手に入れてるの？そういうところが気になっちゃう。素敵じゃないですか。いかに傷つけずに開けたいのに。よいしょ。ひえ。まいちゃん。まいちゃん。すごい。この英字新聞。いいね。匂いを嗅ぐな。いやだ、すごいじゃないですか。あ、もうすごい、なんかちょっと変な汗かいてきた。あ、どうしよう。すごいよ。まずここのマステ剥がしちゃっていいかな。このマステを剥がして、ここら辺にちょっとペタッと貼っといて、ギリ見えんところに貼ってるね。で、ここをピリピリしつつ、じゃあ表向けますよ。いい？行くよ、みんな。ちょっと変な声出た。ちょっと待って。あ、息吸うの忘れてた。ごめん。
すごすぎて息するの忘れてた。ちょっと待って、どうしよう。何から開ければいいかな。出さないっていう選択肢はないよね。ちょっと順番に行こう。順番に落ち着いて。私、まずこれは何？これはパーツかな。デコパーツ的な。デコパーツですか？ワイちゃん。何これ？何これ？すっごい綺麗なんですけど。どうなっているの、これは。あ、やっぱりデコパーツだ。これは、糊かなんかで引っ付ければいいのかな。すごい綺麗。キラキラしてる。すごい。私さ、デコパーツさ、集めてるのに、一回もまだ使ってないんですよ。私もさ、ちょっとこういうプレゼント企画をさ、計画立ててさ、本当はプレゼント企画とか、人生初のプレゼント企画とかをちょっと計画してみたいなって思った気持ちはすごくあるんだけれどさ、なかなかやっぱり行動に移せる方ってすごいね。かっこいいよ、やっぱり。すごいよ。すごい素敵。なんかキラキラのデコパーツをいただきました。よいしょ。お次が、これは、紙物系かな。一個一個のさ、梱包が素敵だよね。ワクワクするもん。ワクワクする。ワクワクする。すごい。あ、これあれだ。ハルさんのさ、配信でさ、見たさ、電球ピンみたいな、やつだ。こうやって使うんだ。すご。え、みんな、見て。スポって。どういうこと？めくれた。あ、ちょっと待って。私のせいで、みんなが、右に、こんにちはしちゃう。ちょっと待って。みんな落ち着いて。みんなちょっと一回深呼吸。ジェシってなんだ。 素敵すぎて息が吸えない。ここでさ、麻紐でさ、結び目を作ってちゃんと落ちないようにするっていう発想がまずさ、すごくない？すごい綺麗にしまってある。これは大切にしまって、鑑賞用ですね、完全に。これは完全に、使わずに鑑賞する系のやつですね。これは鑑賞のものですね。鑑賞系の、心が疲れている時に見て、素敵だ、ハスハスっていうふうに、あ、気をつけて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 、オッケー。気をつけて、気をつけて、オッケー。ちょっと落ち着いて。不器用がしまおうとするとこういうことになるんだから。よいしょ、よいしょ。だから右に寄らないの。右に寄らないの。よし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 。素敵すぎて。天にも昇ってしまいそうだわ。素敵すぎて。 この素敵なお星様と月に入っているこの素敵な袋を開けようっと。いい、楽しい。あ、みんな見えてた？ごめん。見せる気ないよね、私ね。ごめん、私だけが見てた。紐 と、あ、すごい。これだけで縫い物できるセットと、かわいい。魚だ。魚と、猫ちゃんと、かわいいボタン。え、ねえ、かわいすぎない？こういうボタンってどういうところで購入するんですか？え？
かわいい。このさ、ただ透明の袋に入れるだけだと何の変哲もない、この袋に入れるときに紙をさ、ここで巻きつけるっていう、この紙を巻きつけることによってさ、すごいなんかこう手作り感あふれるというか、なんて言ったらいいんだ、この梱包がさ、紙がかるっていう、この素敵な、ちょっと真似を、こういうやり方があるんだね。なるほど。なるほど、なるほどな。なるほどな。なるほど、なるほどな。ちょっとすごく参考にして、プレゼント企画やるわ。すっごく参考して。ここまでのクオリティはさすがにできないけど、すっごく参考にさせていただきます。すごい、いただきます。食べたい。もう食べちゃいたいぐらいだよ、本当に。奥から行こう、奥から。で、まだ入ってるよ。すごくない？すごくない？あ、見て、みんな見て。磁石。あ、みんな見て。行くよ。勝手に閉まってくれる。でさ、ここをちゃんと角をさ、丸くしていることによってさ、これさ、あれかな？お酒用意した方がいいかな？ お酒普段飲まないけど、私、多分酔っ払うとさ、何も撮影どころじゃなくなるから飲まないけど、さすがに。でもこれおつまみだよ、本当に。あ、待って、すっごいペットテープ入ってる。このさ、まずさ、開けた時のこの紙のデザインがさ、完璧だよね。デザインペーパーのこのデザイン最高だろ。外にはすごい派手派手な感じの、お花なんだけど、中は謙虚なお花みたいな。謙虚なお花みたいな。日本語合ってる？私今日ちょっと日本語喋れないかもしれないからさ。ちょっと待って、すごいな、これは。こりゃすごいな。こりゃすごいな。こりゃすごいな。かわいすぎるだろ。かわいすぎるだろ。ヘイやってる？みたいな。ヘイやってる？みたいな。クマちゃん。かわいい。すごい。キラがキラキラしてるよ。キラがキラキラしてるよ。すごい。見て。キラがキラキラしてるよ。すごいよ。すごいよ。すごいよ。IQ3 ぐらい？ 語彙力をどんどん失っている気がする。開けるたびに。これさ、YRM さん、皆様ね、YRM 様っていうのは、M 様になってる。YRM さんっていう方はね、ハルさんの配信で、すごい素敵な Java ファイルとか、ボックスとか、ああいう作家プロジェクトで活動している方なんですけれども、もう才能の塊なんですよ。ねえ、舞ちゃん。舞ちゃんってすごい才能の塊なんですよ。もう本当に、売り物をね、作ってるんだけど、ちょっと待って、日本語が喋れないな、今日、本当に。いや、なんかもうさ、フォロワーさん150名様になったことによってのプレゼント企画なんだけれど、もう才能の塊すぎて、もうなんなら150人以上、本当は、
ねえ、すぐ行くんじゃないのって思うけどね。ねえ。インスタグラムとかもね、すごい素敵な作品をたくさんあげてくれているんですよ。YRM さん。もう本当にすごい素敵なの。カバンとかね、作ったりしちゃったりして、私はまだ一度もハルさんの配信の、おろしっていうの、オークション制の販売会、見には行くんだけれど、買えたことは一度もないんですけれど、はい、おこがましくて、私ごときが買うなんてちょっとできないわと思って、参加はできてないんだけれども、すごいんですよ。で、YRM さん、すごいんですよ。ちょっと待って、本当に、日本語がちょっと今日喋れない。舞ちゃんごめん、本当にごめん。舞ちゃん本当にごめん。喋 りたいのに喋れない。うん、すごい素敵な方なんですよ。そんな素敵な方が私をなんかを友達って言ってくれて本当にありがとう。本当にありがとう。はい、次行くよ。待って、まだあるの？すごいよ、怖いよ。こんなにいっぱいもらっていいの？私なんかが。すごいよ。これあれですよね。私知ってるこの人。この人知ってるんだけれど、なんだっけ。七色の海さんだっけ？合ってる？七色の海さんでしたっけ？七色の海さんで合ってます？七色の海さんの絵ですよね、これ。ね、すごい素敵な。あ、これあれだ。ハの字にパッと開く。うん、なるほどね。こういうレースあるんだ。どうしよう。申し訳なくなってきた。てかさ、このさ、切り替え早くてごめんね。素材みんなどこで買ってるの？こういうさ、かわいいさ、素材。私、基本的ハルさんの配信でしか買ってないんですよ。基本ね。他で言うと、シーンとか、あと Q10 で買った時もあるかな。だけど基本的にはハルさんの配信で買っているんですけれど、こういうさ、コラージュ素材、すごいね。いろんなのがあるんだ、本当に。私はまだまだ、初心者なんで、コラージュは。ね、すごいなぁ。ちょっと待って。ねえ、IQ さんになってるって。すごい。まずこのさ、デザインペーパーからさ、すごい素敵じゃないですか。ね。額縁に入れて飾っておきたいぐらい可愛いじゃないですか。で、中に入っているものまで素敵なんですよ。恐ろしいことに。恐ろしいのかな？ すごいな。このクマちゃんは？ペーパーだ。紙ですね。これ、システム手帳にさ、裏面に内容を書いてさ、ペタって貼っておくだけでも可愛い。で、私、このシール知ってる。切って、チョキチョキして貼るやつでしょ？これね、私も持ってる。そうか、こういうふうに数枚さ、入れておくのも確かに嬉しいね。なるほどね。で、これは何だろう。これなんだろう。なんか可愛いデザインペーパーに、の入れ物にね、入ってるの。
なにこれ。え、かわいい。かわいくない？かわいい。ちょっと待って。これは、これはすごいぞ。そっか、もう12月が近いよということで、クリスマス柄の紙が入ってる、紙物が。美味しそうなケーキ。クリスマス。いいね、こういうの、いいね。季節に合わせて。なるほどね、で、妖精さんで、このクリップ可愛くない？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっとこれさ、どっかに挟みたくない？どっかに挟みたいな、私。どっかに挟みたいな、今、なうで。そう、あのね、今さ、撮ってる時間が時間だからさ、あんまり大きい声で叫べれないのがね、あのハイテンションで、やだねって、まいちゃんに言ったのに、なんか思ったよりハイテンションじゃないって思われてるかもしれないけど、私すごく心は、すごくウキウキでぴょんぴょん状態で今喋ってるからね、よろしく。よろしく。どうしよう、挟むところがなくて、どっかに挟みたい。見て、あの、筋肉の横に挟もう。え、かわいいじゃん。え、かわいい。え、見て、上から見てもかわいくない？見える、ちょっと見えるのが、ちょっと見えるのいいな、ちょっと見えるのいいな、これめちゃくちゃいいな、めちゃくちゃかわいい、かわいいよ、心がぴょんぴょんするんじゃ。しまうよ、この子たちは一旦しまいますよ。え、次が私の大好きなメモだ。私の大好きなメモ。くまちゃん、かわいい。このさ、レースのやつ、あの、はるさんも使ってたけど、ほんとかわいいよね。かわいい。これはさ、メモの勉強になるね。こういうさ、あの、メモを書かせる気ないぐらいの、ドーンってやつもかわいいね。私、あの、メモ書きたい人だからさ、自分の作るメモもさ、あの、余白ちょっと多めにする人なんですよ。でも、こうやってうるさいぐらい、ドーンって置くのもいいね。迫力があって。かわいい。かわいい。そう、こういう感じに余白がいっぱいある。字がさ、大きいからさ、私。余白多めにしたい。待って、ちゃんとみんな見えてた？見えてなかったら本当にごめん。私自分でしか見てない。あの、動画に回してるんだけど、私しか見てないから、あの、もし、あの、編集時見えていないことに気づいた場合は、あの、本当にごめんってテロップ入れとくわ。自分が見えときゃいいって思ってるからね。あの、あくまでみんなと私のこの喜びを共有したいっていうだけの動画だから、あの、別に中身ちゃんと見せるなんて一言も言ってないわ。急に突き放す。嘘。嘘だよ。嘘だよ。みんな喜びを共有しようよ。ね。うん。ごめんね。ごめんね。ちゃんと見せるよ。かわいい。これってあれじゃない？ YRM さんのあの作品じゃない？かわいい。かわいい。これいいね。この。ちょっと、語彙力なさすぎてさ。素敵だな。え、私個人的にこれいっちゃん好きだわ。このドレッサーっぽい感じのデザイン。もう作品じゃん。もう作品だよ、これは。かわいい。かわいい。
なるほどね。メモ帳をさ、最近私は作っていないからあれなんだけれどね、作るのも楽しいけど、人の作ったもの見るのもやっぱ好きだなって思いますね。メモ、おメモ、メモメモ。てかさ、これか、匂い袋。これあれすごいいい匂いする急にスハスハし始めたと思ったと思うけど、すっごいなんか急にさ、なんかいい匂いするって急に思い立ったので、ちょっとスハスハしちゃいました。これさ、あの綺麗に戻したいって思っちゃうね。やっぱりあの開けたまんまの状態にしたいって思っちゃうね。下に移して、ここでパッ、うん、よしよし、お次いきますね。これから行こう。これさ、すごいなって思ったの。これさ、すごいなって思ったんですよ。見て、このコラージュ、素敵なコラージュだなって思ってたら、ここにね、ジップがあるの。っていうことは、これジップの外側に貼り付けているっていうことだと思うんだけど、ジップの外側？違うか、紙にジップをつけてるのか。その発想はない。あ、やっぱ違うわ。貼り付けてるんだ。なるほどね。面白い。ちょっとこれ私もやってみたい。100均でさ、このジップの入れ物見て、こういう風に、ね、貼り付けて。貼り付けててもさ、中のペーパーが見えるから、すごい可愛いね。面白い。可愛い。シールがいっぱい。かわいいシールがいっぱい。これは妖精さんたちだね。人物シールと羽のシールと妖精のシールと紙物かな、これは。かわいい。そしてさ、これに入れるっていうのがまたいいよね。普段使いしやすい感じの。これ面白い。これちょっと真似していい？ワイちゃん、私やってみたい。これ面白い。すごい面白い。これやりたい、私。今すぐやりたいけど、物がない。面白い。次。ちょっともう本題開けてもいい？ずっと気になってる。これさっきのキラキラですよね。同じやつだ。これ、あれ、ジャバラファイルだよね。本題だよね。待って、この入れ物すごくない？なんかオーロラに光ってるんだけど、こういう袋もあるの？こういう袋はどこで売っているの？すごい、この入れ物がすごい綺麗すぎてさ、楽しい。でさ、開けたこれもすごい可愛いんだけど、可愛いんだけど、どういうこと？あ、なるほどね。ここで磁石になっていて、ジャバラバラバラ、ジャバラバラバラ、すごい素敵。このマスキングテープってさ、 BGM とかあの辺のやつかな。すごい綺麗。ゴールドのこれすごい綺麗じゃないですか。で、このデザインペーパーがチェックと中はハートで、すごいシンプルなのがいいね。いやー、なんかちょっとさ、作りたくなってきた人のものを見ると、人の作ったものを見ると創作意欲って湧くじゃないですか。今それが起きてるわ。早く何か作りたいって思っちゃうもんね。楽しい。どうしよう、楽しい、楽しい。なんかいっぱい出てきた。何これ、すごい。編み上げになってる。で、ここにさ、パチコンパチコンしてるじゃないですか。すげえな、これ。これってさ、パチコンしてギュッてやってから折ってるの？それとも、どう、多分そうだな。
パチコンしてから折ってんのかな。折った後にパチコンしてこういう風な形を取ってるの。ここもテープで留めていて、でこのさパンチがいいよね。かわいい。え、これは、え、すごい。横もさ磁石で止まってて、開いた。いっぱいメモ出てきた。すごいかわいい。メモがいっぱい。これも鑑賞用だ。中身が見せれない。これはね、このまましまっておきたいから中身は見せれないけど、これも鑑賞用だ。え、待って、この人かわいい。え、かわいい、かわいい。あ、待って、いい匂いする。これも、これはあのワイヤード M ちゃんのお家の匂いなのかな、それともさっきのこの匂い、僕ちょっと違う、髪の匂いなのかな。ちょっと変態臭が出てきてる。いい匂いする。終始いい匂いのする開封動画です。皆様にもこの匂いを共有したいです。私すごく、何この子かわいいね。かわいい。何この子。え、チャームだ。え、チャーム？違う。チャームとリ、あのリボンのついてるピンだ。ヘアピンだ。で、この袋がまたかわいくてさ。見えるかな？なんかキラキラしてる。かわいい。いやー、これは娘行きになってしまいそうな予感。チャームだ。かわいい。かわいい。お口に風船ガムをふーって膨らましてるやつをくっつけてる。くっつけてる？ついてる。で、キラキラの、キラキラの入れ物にキラキラのステッカーがいっぱい入っている。かわいい、かわいい。エルコレクトルデカリーニョって書いてある。スペイン語。かわいい。やっぱさ、センスの塊だよね、ワイちゃんって。で、これ、センキューの、あのシールだよね。入れ物から何まで、もう、何から何まで、これ、送金した方がいいんじゃない？私。まいちゃんに、あの、お金を送った方がいいんじゃないかっていうぐらいもらっている気がするけど、大丈夫そうかな。かわいい、この袋に。シュシュだ。ゴールドのシュシュ。いや、これ普段使いできるね。めっちゃいい。シュシュー。そうか、シュシュって使いやすいよね。あげても困らないし。なるほどね。皆様、終盤にかかってきました。どうしよう、これを。いや、開けよう。開けれないな。これも鑑賞用ってことにしてもいい？開けたくないな、これは。開けることによって全部が崩れてしまいそうだから、ちょっと開けられない。これあの紙物ですね。ちょっと古書風の紙物だ。何のやつだろうこれ。ダンブルドアって書いてある。ハリーポッターじゃん。絶対ハリーポッターじゃん、これ。このエルフレンとか、この A とか U の上にちょんちょんつくやつってさ、ドイツ語とか、フィンランド語とか、
わかんないけど。すごい。面白い。普通に読み物としても楽しそうだね、これ。ハリーポッターだ、絶対これ。チャプター2って書いてある。面白い。最後かな、これで。最後じゃなかった。全然最後じゃなかった。最後はペンだね。ちょっと待って、ペンの前にね、袋があったから、ちょっとこれを開けたいと思います。もうすごい、でも寂しいな、もう終わりか。開封動画は始まりがあれば終わりもあるね。そりゃそうか。そりゃそうか。それはそう。それはそう。気をつけて、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 気をつけて。大丈夫、耐えた耐えた。ほぼ。6割耐えた。中身はなんじゃろ、ほい。かわいい。なにこれ、温度計みたいな。猫ちゃんの大カット。キラキラなシール。かわいい。はがきだ。はがきとハッピーバースデーと、レッツイートパフトゥゲザー。へぇ。一緒にシュークリーム食おうぜみたいな、うまいぜみたいなの書いてあるのかな。英語読めないけど私。すげえすげえ、面白い。かわいい。こういうのも持ってるんだ。ワイちゃんどういうのが好きなんだろう。お礼瓶みたいなのって送りつけていいのかな。待って、さっき入ったはずのものが入らないんだけど、どういうこと？ねえ、ワイちゃんどういうこと？あ、これもしかして横か。もしかしての横だった。横だった。あ、よかった。びっくりした。入らなくて。すごかった。よし、ラスト。ラスト。ボールペン。これがまた可愛いな。ボールペン。可愛い。ゲルインクかな。プレイトゥギャザー。可愛い。可愛いペンをいただきました。入れ物からして可愛いよね。ここにリボンがついててさ。かわいい。いやー、楽しかった。楽しかった。楽しかったけど、これ、綺麗にしまえるかな、私。気をつけなきゃ。待って、しまえる自信がない。しまえる自信がないです。でもレタパにいっぱい詰めるとこういう感じにしまうことになるんだなっていうのが分かったぞ、今回は。何を学んでるんだ、私は。いや、でも面白かった。面白かった。こういう風にプレゼント企画するんだ。なるほどね。とっても勉強になりました。あんまりごたごたするやつつけるとかさばっちゃうから、わりかし控えめにしないといけないね。ごたごたっていうのは装飾品をいっぱいごてごてつけちゃうと大変よっていうことが。いい匂い。わかった。はい、ということで、ワイちゃん、本当に150名様、
おめでとうございました。とっても素敵なプレゼント企画、本当にありがとうね。これからも仲良くしてください。ということで、今回は当たったよっていう動画でした。それでは皆様ごきげんよう。すずちゃんでした。ありがとうね、まいちゃん。